黒田地下は日本最初の女性科学者、お茶の水女子大学名誉教授、植物色素の構造決定を行ったことで知られる。天然色素に関する黒田の研究は2013年3月に日本科学会がその関連資料を科学遺産に認定。佐賀県佐賀郡松原町を生まれ、日本初の女子帝国大学生の一人としても知られる。七平八。 母徳の七人兄弟姉妹の三女として1884年に佐賀県に生まれる。これからは女子にも教育が必要と考え子供は大学へあげようとした両親の方針もあり、黒田地下は1901年に佐賀県市販学校女子部を卒業、小学校教員として1年の義務報職を経ると1902年、上京して女子高等市販学校を理科へ進む。 在学中の1903年には、マリキュリーが、ノーベル物理学賞受賞。黒田は1906年に卒業すると、福井県市販学校女子部に職を得る。翌1907年、母校の研究科に入学2年で修了すると、1909年、東京女子高等市販学校に改称した母校で、助教授に任ぜられる。1913年、 東北帝国大学理科大学科学科に進み、日本初の帝国大学女子学生の一人となる。漢方で合格発表が行われた8月21日は後に女子大生の日となった。同期に巻田楽、丹下梅がいた。1911年にはマリキュリーが二度目のノーベル賞を受けている。1916年、同学科を卒業し、日本女性初の理学士となると、 復讐の職を得る。2年後の1918年、天然色素の研究、資根の色素についてを東京科学会で発表する。黒田は文部省外国留学生として1921年、英国オックスフォード大学へ国費で渡り、2年間の在外研究を経験している。1923年8月、アメリカ経由で帰国、11月に上京して、 お茶の水女子大学で講義をするとともに、理科学研究所の真島研究室で、ベニバナの色素の構造研究を始める。5年を費やした研究により、1929年博士号を受けた黒田は45歳、ホイコノに続く、女性理学博士第2号の誕生である。学位論文は、ベニバナの色素カーサミンの構造決定。玉ねぎの中のケルセチンが、 血圧効果作用があることを兼ねてから発見しており、1953年12月に特許を得て、ケルチンシーとして市販される。1958年4月26日、黒田を会長として、日本婦人科学者の会が発足する。1968年11月8日、福岡で、生居、84歳房打つ、13未除位。黒田を、 主人公とする NHK の子供向けドラマは、玉ねぎ、おばさんと題し、黒田の生前、1964年に放送した。主人公の黒田を演じたのは若き日の市原、悦子である。国立科学博物館展示のレリーフ。ありがとうございます。